今日はスペシャルゲストをお招きしています。英日翻訳者の渡辺ゆかりさんです。ゆかりさん、こんにちは。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ゆかりさんはすごく翻訳業界でも結構有名な方でね、いろいろなところでこう活動もされてて、あのスペースであったりとかクラブハウスであったりとかいろいろお話もされてるので皆さんご存知の方も多いんじゃないかと思いますけれども、今日はそうですかね。いや、そう思いますよ。もう有名な方だと思いますので、今日はね、あのいろいろと、まあ、マーケティングとか、なんか売り込みとかブランディングみたいな形でちょっとお話を伺えたらと思っています。よろしくお願いします。よろしくお願いします。簡単に自己紹介からお願いできますか。はい、渡辺ゆかりと申します。翻訳の主な分野は契約書などリーガル文書の関係です。その他にニュースの翻訳も、ウェブニュースの翻訳も時々やっています。翻訳の他には愛知県内の大学で非常勤講師を週2回しています。その他の活動としては、あのご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、翻訳マーケティング会議というグループの4人のうちの1人でして、あの翻訳もこれからそのうまい翻訳を黙って知っていてもお客さんがなかなかつかないので、どうやって売ってたらいいかなっていうようなことを話し合うようなグループもやってます。その他になんか本とかも翻訳されてますよね。そうですね、書籍の翻訳はですね、単独で、4冊と翻訳協力という形で、3人のうちの1人というのが2冊あります、はい、なるほど、素晴らしいですね。ゆかりさんは翻訳者になられて何年目ぐらいですか。フリーランスの開業届出したのが2011年ですけど、その最初のうちはね、子供また乳児だったので、そんなに本格的にはやってなくて、1日 7,8 時間専業でできるようになったのが、子供が幼稚園上がって2015年からですね。はい、なるほど。じゃあ、ではね、本当に、細切れしかやってなくて。あ、そうなんですね。じゃあ、それまでは、何ですか、パートタイムみたいな形でやられてたってことですか？その、フリーランスになる前は、2006年から2010年までは、自動車部品のメーカーで社内翻訳をやってました。4年ぐらいかな。はい。で、それで、子供が生まれて、一旦辞めて、で家にいたんですけど、で辞めた後、子供が、1歳になる前ぐらいからトライアル受けたりとか、あと自分のホームページ作ったりとか、ちょっと準備をこう下準備をしてたという感じです。じゃあ、フリーランスとして独立しようって決めてから、いろいろとこう着々と準備を進められて、それから独立した感じですか。本当ね、私行き当たりばったりというか、あの家にいて仕事したいんだけどなんかないかなと思っていろいろ調べて、ああそうか、翻訳会社に受ければいいんだとか思って受けたりとかしてても、なかなか返事も来なかったりもするから、自分のホームページ作ってみようと思って、なんかちょっと作ってみたんですよ。でまず名刺を作ったんですよ、フリーランスで。名刺を作ったばっかりのやつを持って、その頃ちょっと岐阜市に住んでたんで、子供をベビーカー引いてショッピングセンターを歩いてたら、その辞めたね、元の会社の仲良かった社員さんと偶然会って、実はねちょっと名刺作ったんだとか言って、あのちょっとそろそろ仕事もしようと思ってとか言って渡しといて、なぜか2枚ちょうだいと言って、じゃあ2枚渡しといたら、もうきっちり1週間後に電話かけて、仕事頼みたいんだけどって前の元上司から電話かかってきて、お素晴らしい。そうなんですよ。でそっから、そこからまず仕事をもらって、元のいた会社から仕事をもらって始めたんですよ。自動車関係の日英をやってたんですけど、この分野はいけるかもしれないと思って、応募もその自動車に絞って最初応募したんですよね。あの専門分野が ないので、自動車関係の英日日英っていうふうに丸つけて、大体応募するときってチェックするじゃないですか、その専門分野で。もう自動車オンリーでやってたんですよ。でなんかその応募した時の書類に、一応社内で自動車関係とあと契約書も訳してたって書いてたら、その相手 その翻訳会社の中の人が、契約書もやってたなら契約書のトライアルも受けないかって言ってきて、
じゃあ受けますって言って受けたら、あ、合格ってなって、うん、あ、合格するのかと思って自分で驚いたんですけど自動車だったら IT もいけるのかみたいなこと言われて、まあじゃあ受けますって言って受けたら、まあ、通って、で私全然機械強くないんですけど近いんですね、そのなんか用語が車関係と。別にゆかりさんは学校行かれたとかそういうんじゃなくて、もうなんか OJT で翻訳学ばれた感じですか？翻訳に関してはそうですね、私はもともとあのその社内翻訳やってた頃は通訳学校に通ってたんですよ。通訳学校にはずっと行ってたんですけど、うんうん、翻訳学校にすごくその2年3年通して通うことは実はなくて、ぶっつけでやって通ったところの分野をやってたっていう、うんうん、ただちょっとその契約書の関係の翻訳はもうちょっと補強したい感じがあって、うんうん、あの契約書 の、 あの翻訳講座は単発で受けたりしました。あの通信教育で、はい、あ、なるほど。じゃあまあその程度で、あとはあれですかね、うん、そうですね、ほとんどはもう現場でっていう感じです。そうなんですね。翻訳は実際に実ジョブをたくさんやりながら実力をつけてきたっていう感じみたいですけど、フリーになって独立してね、その仕事がすぐにたくさん来るようになったのかって、今お話聞いてたら割と順風満帆に、特に途切れることなく少しずつお仕事獲得できていってたのかなっていう印象を受けたんですけど、そうだったんですか？あ、いやいや、そんなことなくて、最初のね 2,3 年はそんなに仕事は来ないですね。あ、応募して、受かって仕事が来て、気立つようになると来るんですけど、またパッ、理由もよく分からず途切れることもあって、うんうん、今みたいに毎日待ってることはなくて、うん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 、でもその最初の頃、まあ、子供が1歳とか2歳とかそん、ね、幼稚園とかそんな頃は、まあ、そんな毎日ぎゅうぎゅうに来てもしんどいっていうような感じで、うん、主婦業との兼業だったんで、そんなには来てなかったですね。それぐらい私としては、あの収入も主婦しながらこれぐらいあったらいいっていう感じだったんで、出版翻訳のオーディションっていうのがありまして、うん、それで本が出てからちょっと流れが変わってしたっていう感じです。流れが変わった、うん、子供が幼稚園上がったってさっき言った年で、うんうんうん、上がった次の年か、年少で入って年中の年に、うんうん、あのちょっと自分でこうやっぱ翻訳の時間が取れるペースがつかめてきて、うんうん、幼稚園行ってる間に昼間バーッとやって、昼間の時間夜2時間とかいう感じで 7,8 時間取れる感じでやったんですけど、 いろいろ本も読んだりとかして自分のキャリアにだんだん欲が出てくるっていうか、翻訳ってなんとかなりたいっていう欲がだんだん出てきて、本のね仕事もやりたいなっていう思いもあって、出版翻訳オーディションっていうのをやってる会社を見つけて、たまたまその時開催中だったオーディションが私が好きな分野で心理学の分野だったんですよ。あ、これ面白そうだなと思って、で応募してそのうち受かるかなっていうつもりだったのが、うんうん、一発目で、はい、通っちゃったんですよ。そのおお、すごい。そう、であれビギナーズラックっていうかね、なんかどうなんだろう、あの相性とかもあると思うんですけど、2015年の3月にオーディションあって、8月に本が出て、こんな本出ましたっていうのをFacebook で言ったんですよ、本当仲間うちに。そしたらそれを見た私の知り合いが、大学でそういう非常勤の口があるからやってみないっていう話もあって、ちょっと仕事とか広がったのもあるし、あとそれをホームページに載せたりとか、あとブログに載せたりとかすると、ちょっと問い合わせが入るようになったんですよ。で業界だっても結構私初期の頃から入ってって、 JATF 翻訳日本翻訳連盟と JAT 日本翻訳者協会、うんうん、両方入ってて、そこにもこういう本訳しましたって書いたんですよ。それを 見たところから問い合わせが来るとか、あ、本を訳したところで、あの、うんうん、一気にそのホームページのアクセスも上がったりとか、あのだいぶ変わったですね、2015年から。そうなんですね。その本はなんかすごい有名なベストセラーになったような本なんですか？あなたも心理学者のこれだけキーワード50っていう本ですけど、そんなにベストセラーではないかもしれない。結構売れたみたいです。じゃあなんかね、本が出るとやっぱり友達とか買ってくれますね。そうですね。あと、本出してるぐらいだから、すごい実力のある翻訳者さんなんだろうっていう、なんかね、
評価にもなったじゃないでしょうかね。そうとも限らないんですけどね、私の場合に限って言うと。いやあのそういうなんかね、やっぱ本の不思議な力っていうのはあると思います。じゃあその本を出したあたりからなんか流れが変わって、そこから順調に仕事がトントン拍子に入るようになってったっていう感じですか？それでもまだその空いてる日があったりとか、空きが多い月があったりとか、年間通してまだまだまばらだったんですよ、2015年で。友達とたまたまランチしたりしてる友達がいて、通訳者のブログ100本書くと人生変わるみたいなことを言った人がいるって言って、そしたら私がね2017年の、6月だったかな、6月に、ブログ開設して、で毎日1本書こうと思って、で書けない日もあるからタイマーで設定して、まあ、書ける時には貯めて 3,4 本書いておいて、タイマーで1日ずつやってって、で100本書いてあったりから本当に仕事増えたんですよ。へえ、なんでかっていうと、名前がヒットするしてくるようなんですよ、ウェブ上 で検索結果みたいな、検索に、そうで、ブログを読んでもらうと、その名前でホームページにも行く人がいるので、ホームページとブログと両方に相互リンクを貼っておいて、どっちにも行ってもらうような風にしておいて、まずやっぱブログ見た人がホームページも行くんで、こういうふうに思ったみたいで、そうするとそこに見積もり依頼ページとかも貼ってあるんで、そっから仕事がね来るようになって、で個人の人からそんなにはバンバン来ないですよ。一つ大きかったのは、うちに登録しませんかって言って、ホームページを通して翻訳会社の方からアクセスが来るようなんですよ。これが大きい。それで向こうから登録しませんかって言ってきたところに登録すると、仕事につながりやすいって、確かに確かに。向こうが探してるわけだから、今欲しくて探してるところに応募して登録すると、結構仕事がつながるようになって、その2017年の10月にそのブログ100本目になった頃からだんだん仕事はコンスタントに来るようになりました、ね。で、一番増えたのが2019年の、某講座の話です。で、あんまり良くない講座の出現が2019年の秋で、2020年にそれを取り上げて、結構長いブログを、勢い余りすぎなブログ記事を2020年の2月に書いたんですよ。そしたらそこでブログがバーンと、そこでもう今そこのページだけページビューが1万ページあるんですけど、他は500件、そこの記事だけ1万回ぐらいのビューがあるんだけど、それでツイッターがフォロワーが増えて、それと連動してブログとホームページのアクセスが上がって、そう、だからその2020年が一番増えました。今3回、ホームページ作ってブログを、本が2025年に出て、ブログが2017年に始まって、その2年後です。だからやっぱそうなんだ。本格稼働して4年目の、5年目か、5年目の2020年。ここからようやくほぼほぼ仕事切れずに、5年かかってますね。その今もう本当に途切れなく仕事が来ている状況に来るまでに、やっぱり少しこう時間がかかっているっていう感じですね。そうですね、仕事がものすごいあった時期もあって、2017年に、そのブログ100本書いて、その次の年に、アメリカ経由で初めて海外の翻訳会社の存在を知ったんですよ。あ、それまで知らなかった。知らなかったの。あ、そう、はい、私ってその海外の翻訳会社に登録して海外とやり取りするなんていう発想がなかったんですよ。あ、そう、知らなかったです。2018年まで、そうですか。そうですね、そのアメリアってね、ご存知、翻訳者のネットワーク、あそこに出てった求人を見て、海外なんだなと思って、でそのアメリアの求人募集ページのその決まったフォーマットにそれ入れて、そしたら、英語でね返事が来て、書類を通ったので、じゃあトライアルやりますって、
トライアルを送って、あ、こういう感じなんだと思って、あ、海外か、そこの会社がもうめちゃくちゃ仕事めちゃくちゃ来るんですよそうなんだ。そこちょっと時差もアジアの国ですけど時差があって、もうあの現地時間のこっちの夕飯時なんですよ毎回納期が。でもうほんとね、あのご飯の支度ももう小僧にやってて、2018年はそこの国 の, あの仕事をもうばっかりやってて、うーん、終わったんですけど、そこ結構なんか、うんうん、あのやらかしたっていうか、私結構あの役抜けミスとかでね、あの翻訳をやめたくなった時の話とかっていうか話もブログに書いてありますけど、うんうん、とにかく仕事来すぎて量多すぎて納期短すぎて、うんうん、ちょっとボロボロになったんですよ2018年。でちょっとここそこはもうちょっと減らそうと思って、うんうん、2019年ぐらいからちょっといろいろ国内外どっちがいいんだろうとかっていう感じでやってて、で私はやっぱりなんか時差の関係もあって国内の相手と仕事したいっていうのがやっぱりあって、2019年にやっぱりちょっと国内にもあの目を向け始めるっていうか、も戻して国内海外半分ずつぐらいでいい感じでできて安定してきたなっていうのがやっぱりその2020年の感じです。なるほど、そうなんですね。そしたらあれですね、なんかゆかりさんが今までこうキャリアを築いてこられる上でブログとかあの SNS はなんか欠かせない存在っていう感じですかね。そうですね、なんかで多分そのあのね、これ最初の頃はブログってなんかブログでプロですって自分で言うのってすごい勇気いるんですよ。で以前私ブログ他の、 あのブログもやってても今もう全然更新しないで埋まってますけど、そこはなんかもう学習者ですみたいな感じで日々思ったことを書くみたいなことをやってて、そんな誰も読まないですよあのその当時のねあの自分友達とかしか。でだからそのプロですって名乗るのってねすごい非常に勇気がいって、でだけどその偉そうなことを言うのも勇気いるじゃないですか、なんか翻訳とかもんです。確かに。確かに。でも偉そうなこと言えば言うほど、この人こんだけのこと言うんだから、うまいんだろうなって相手は思うし、うんうんうん、あと自分も言っちゃったから変なものを出せないっていう、自分にもその圧がかかるので、もうね、言っちゃった方がいい、なんかね、自分に対しても自分を鼓舞するみたいな効果もあって、あのお客さんも、もしこんだけのこと言ってて、そんなめったなもの出さないだろうねって思わせる効果もあって、ある意味勇気を持つっていうこともいるかもしれないですね。なるほど。私はその、うんうん、こういう学校出ましたとか資格持ってますとかって何もないんですけど、お客さんいっぱい来ててたくさん仕事やってますっていう感じでずっとやってきましたね。これを買ってくれる人がずっといますっていうのを自分の売りにしてきたという感じです。そうなんですね、